あ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド。さあ今夜も始まりましたオードブルの深夜に飯テロ、お笑い劇場3分に昇格しましたオードブル松田優です。4分じゃないですか、あれ3分ですよ3分あれ何言ってんですか、なんかだって演出部官でしょ今、はい、4分じゃないよ、いや3分です、あのせめて2分で1位だと言ってくださいこれ2分の2位なんでクソ出せ、4分じゃないですか、じゃないです、あれじゃないです、自己審査にも言ったって俺、うん、4分いけないですか、うん、ダメじゃないって、うん、真面目だからわさびその辺すごい真面目だから、はい、名乗れ誰だよお前は、お前も誰だよ、俺はキャンだよ、お前は、俺もキャンだった、おいキャンキャンどもが、おいこれキャンキャンどもが、キャン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 やがってこの野郎、バチクソに面白かったっすね、何がですか、劇場のネタ僕らの帰っていいっすか俺何が問題って、その次の日、当然でオナニーするな、その次の日俺帰りたい、もう今の発言じゃ帰りたい、次の日彼女も見に来たんだけど、はい、そうデートで、日曜日デートで遊んでて、あそういえば見たいなと思って流したら、うんうん、音なかったからそう忘れてて、うんうん、あめっちゃなんかシュールでしたよ、あれ反省会出るの忘れたわ、はい、あれね、記録を取ろうっていう、はい、なんか死にシュールでしたよ、おとなしのあれ、あそうそうでしょ、俺も一回おとなしで見たけどシュールです、めっちゃ面白いな見ました、キャサいなかったんで、ね、キャサ見てらっしゃる、だからこれだから記録用もうないんで、もう、まあ、一生あのネタ俺ら確認できるわけよあんないいネタをまあまあ勝負にできるネタさ、あれ、まあ、一応勝負にできるネタを、まあ、ギリ F ライブが残ってる、あまあね、ギリ F ライブですけど勝負にできるネタを、うん、あれも完成版さ、あれが一応とりあえず今回の一旦な、一旦完成版が見れないっていうのはちょっとリスキーというかまあなまあまあもったいないことしたな、まあまあしゃあしゃあないですけど、まあまあまあ、まあ、ありがとうございました、ありがとうございました、なんか久々ですね、なんか3分ですって、だからもう簡単な話ですよね、だからね、あの本当にあのオナニーをやめた途端ですよね、オナキンしたの、オナキンしたんすよ、オナキンしたんで、僕らついにネタでオナキンしたんす、ネタのオナキンをしてついにやりたいことはやらない、そうそう、半年ぐらいオナニーしてたんですけど、お客さんに寄せるってオナキンをしたらちゃんと上がれたっていう、ああもうこれはいい傾向だなって、オナキンしてちゃんと時間守ったらちゃんと通ったっていう、した放送ですぐオナニーしたんかお前は、そうそうしました最低、オナニーはちょっと4分になってくらいかなと思いましたね、いや4分でもうやらない方がいいですもん、4分来たら別にいいかなと思いますけど、やらないです、やらないです、ちょっとオナニーは長らくしないかもしれないですね、びっくりしましたね、お客さんとセックスをしないといけないですよ、まあ、確かにそうなんですよね、言い方はあれですよ、うん、お客さんただ感謝してるわけだから今ただ今ね嫌がってはいるわけでしょ、だから何がなんか点数入らないでしょ、だからいやだからオナニーしてるだけ、感謝してるわけでしょ公開でオナニーしてるだけの公開オナニーですから、公開オナニーでした、はい、だからあのちゃんとお客様とね、呼吸を合わせてセックスしないといけない、まあそうね、最低な、こんな表現してるやん、いやでもそうなんですよ、一生上がらん、そうなんですよ3分久々ですね、なんか、久しぶりですね、何ヶ月ぶり、半年ぶり、ちょうど1年です、ちょうど1年、ちょうど1年前、ちょうど1年、まあ、トラブルかおい、ちょうど1年ですよ、ちょうど1年か、でお前腰やってできなかったって3分、ああそうでしたね、僕腰やってましたね、ビビるから面白くないネタやってしまったっていう今思えば腰やっちゃいましたねまあまあまあ3分もぜひ来月もぜひお願いします、うんうんうん、はい、なんすか、はい、お願いします、はい、コメントもぜひ、はい、はい、来てますね、カンポイさん、デコボコトラベリングさん、なんでキャンさん、デコボコトラベリングですかデコボコトラベリングさん、じゃあ本当に音声でやってるからキャンさん、皆さんこんばんは、じゃあちょ、待ってよ、本当に、うん、これさ、トラベリングって音声で言ってんだったら、うん、俺ひかたから出ると思うわけよ、うん、多分本人もトラベリングって言ってる可能性あるよ、これカーボーイさん、カーボーイさん、これ、俺、これ、ちょっとこれ確認したいですね。じゃあ、音声だとしてもよ、うん、音声だとしても、トラベリング出たら、カタカン出るはずだっけ、トラベリングって言われて、絶対これなんかさ、デコボコトラベリングさん、キャンさん、皆さん、こんばんは。デコボコトラベリングチョイス。絶対ダメだって、これ。ナナちゃん困らせてたな、変なキャラクターして、一日間違ってごめんなちゃい、ごめんなちゃい、チャイニーズ。おナナちゃんみたいなことやるから、何言ってるのかでしょ殺すさ、何言ってるの、いい年くらいおっさんが、ありがとうございます、
はい、チャンナナもいたんだけどさ、チャンナナもいたんだけど、やっぱ声かけにくいね、チャンナナね。チャンナナもすぐ行っちゃうからよ。あ、チャンナナ、チャンナナ目あったら逃げるよ。目あったらすぐ行っちゃうからよ。でもなんだかそんな声かけてくださいよみたいな、まあ、そうそう、まあ、ちょいちょいちょいってなっちゃうけどね。僕はもう圧倒的裏方に消してたんで、チャンナナすぐ行っちゃったから、あ、どうしようかなと思ったらもう申し訳ないですけど、あっちがちょっとでも止まってくれたら、はい、ウィーってできるけど、ちょっとチャンナナもちょっとすぐ行っちゃうから、チャンナナすぐ行っちゃうから、チャンナナ次は止まってね、止まってね、うん、話する感じ、まあ、僕はもう最近もう圧倒的裏方なんで、はい、あんまりこうお客さんお見送りもできてないんですけど、ぜひぜひ止まっちゃってください。ただ僕お見送り行っても誰からも声かけられない、立ってるだけっていう、かわいそうだろ、かわいそうな時間があるんで、あれよりは僕も片付けした方がいいかなと思ってる。かわいそうだろお前、ほとんど誰からも声かけられないんで。うちゃんいた、うちゃんいたんだろうな、うちゃん、いや、いな、いたの、わかんない、じゃ顔知らねえか、お、そっか、そう、顔知らねえか、いたかとか知らねえんだよ、いたか、いなかったか、うちゃんいたんだろうな、またもこちゃんのこと見てたよ、またない、いたんだ、おかしいってこれ、いたんだよ、だ、よくないってこれ、何が、これよくないだろ、もしかしたらナナちゃんかもしれない。わけわかんな、それ。わけわかんな、でもありがとうございます、本当に皆さんありがとうございます。もう月曜日の話ですよ、多分。月曜日は楽しかったですね。でも金輪際、俺は金輪際海に出ないって決めた。金輪際海に出ないって決めた。ペイデーの決めました、俺は金輪際。ツイッターでももう散々あげたんですけど、金輪際俺は海に出ん。CM のね撮影をさせていただきまして、まあ、本当は先月やるって言ったんですよね、はい、でもちょっと天候とかもいろいろあって、はい、なぜ天候で変わるかっていうと、まあ、動画で見てもらった通り僕たちは海に浸からないといけない、本音で海に出ん俺は。でも俺サップめっちゃ楽しかったな、いや、サップは全然怖くなかったのよ、単純に海のセンスがないから。、うん、じゃあ海のセンスがないってこと、そう、ね、うん、単純に泳ぐとか、大前提、大前提に言いますよこれ、うんうん、僕の大前提ですけど、うんうん、まあ、単純に泳げないんですよ、まず、うんうん、プラス、うん、本当に海が きついんですよ、怖いんだ、怖い、本当に波があるからな、うん、泳げないし、うん、で波があるの怖いな、確かに、ね、で浮けないんですよ僕、もうバチャバチャしちゃうんですよ、もう、まあ、これ恐怖心がすごくて、動かなければ浮くじゃないですか、でもこいつ、いや、そうなんだけど、そこへに恐怖心が圧倒的に勝つんですよ、そうそう、っていうぐらいもう僕は海できないんですよ。でもサップはほぼ浅瀬だし、いや、もうあんなもんここまでしかなかった、腰ぐらい、あれは大丈夫でした、あれは、まあまあ怖い子は言ってたけど、うん、別に怖くないから、あれは別に楽しめたんですよ、うん、でもサップもなんかね、サップ俺めっちゃ刺さったわ、こいつさ、うん、だファントムなんですよずっとこいつは。ずっと悪魔かな、こいつさ、うん、もう楽しいのはいいよ、うん、俺はまず一応怖いけど、怖いけど一応大丈夫なんですよ、サップがやったら、アングやったらね、最後落ちても大丈夫だなと思いながらビビりながら一応練習するわけですよ、うん、これ楽しいのかもしれんけどさ、うん、どんどん奥まで行くわけよこいつ、違う、ファントムで、ファントムでよ、いや、それは別にだろ、金の海で、金の海で、監督の人も、うん、おいらーって、おいらーっつって、戻ってきてで、俺もおいらー、早くか、もう始まるよっつって、ごめん、これ楽しい、ずっと奥まで行ってから、違う、ファントムで、違う、ファントムは別にいいだろ、違うんですよ、ヌーソーがやと思って、違う、遊んでるわけじゃないです、あれ、思ったより旋回むずいか、分かるけどさ、うん、どんどん奥まで行くやし、違う、だから旋回しようと思って、こう、やったら前に進むんですよ。で、まあ、俺が行ってたとこあるでしょ、俺が行ってたあれね、浜とこの港の狭間のとこやってるんですよ、正直言うと、うん、だからあそこまで行くと大変だよ、この浜辺をポンと抜けたら一気に水深 5,6 メートルぐらいまで行くんですよ。だ、怖くないのお前と思って、こいつがずっと、怖くないの、ね、頭おかしいんかって、こんなすんなって、こんなすんなって、僕は全然怖くない、落ちたらどうするばと、いや、泳げばいいから、じゃあネタがまあ、ちゃんと CM のパートもあるんですけど、テレビ CM ね、はい、僕はもういつかもう来月ぐらいにはできてると思いますけど、来月中頃とかぐらいにはできてるかもね、ぐらいには流れるんじゃないですか、まあ、CM なんですけど、テレビ CM、はい、と YouTube 版があって、ここは YouTube 版の撮影なんですよ、で YouTube 版はその出てきて、まあ、いろいろお話をして、はい、まあ、そのね、海で話をして、サップするかで、サップで落ちました、びちょびちょで船に戻ってきますっていう下りなんですよ、いや、だから一発限りだよと、うん、一発だよと、こんなの、うん、もう濡れちゃダメだよ、濡れちゃダメじゃないですか、うん、だってできた、もう濡れてたらおかしいさ、おかしいじゃないですか、一発なんだよっつってるわけ、はい、俺ずっと、はい、お前こんな奥まで行ったら、うん、どうすると、大丈夫かと、ワンちゃん落ちてみと、うん、もう全部濡れるよと、濡れるぞ、メイクも落ちてダメになるぞお前、早く帰ってこいってずっと起こしたんですよね、はい、で戻ってきたんですよ、で戻ってきて、じゃあそろそろ定期効果でサップやってたらこいつが落ちたんですやが落ちてないじゃん、やが落ちじゃん、こいつが帰ってきたら、うん、後ろでドボーン落ちよった後ジャーッやが落ちちゃん
で監督が一発撮りが終わったよっていや仲のいいというか、まあ、よくお仕事させてもらってる人なん で、ね、でこっち芸人寄りの人なんで、あ、全然ありがたいです。逆にそれも笑いにしてくれるんですけ ど、 ですけど、ね、あ、一発撮りが終わったよっつって、うん、すいませんすいませんって。でもまあまあ思ったよりはそのカメラ上では濡れてるように見えなかったんでよかったんですけど、面白かったな、あれだ。俺が濡れてたら終わりだな、あれな、まあ、お前が濡れてたら、これが濡れてたら髪終わるから、うん、俺は別にもうノーマルだからいいんだけど、そうずっと、おいらお前ルーズの蹴ってこい書いてた。ゾーンお前どっちるのよいや、どっちるんかいとはっはっはっドボーンって言っちゃった。こいつでもサップ乗れなすぎて最後、撮影でね。いや、まあ怖くないんですよ。単純にセンスがない、あれの。そうもうああいうだから、マリンスポーツのセンスが、ね、僕はマリンスポーツ。球技系はね、ある程度できるんですけど、本当にマリンスポーツは。マリンスポーツのセンスが、なさすぎましたね。なさすぎて、サップで、こう、正面から合流してくるっていう設定の撮影なんですよ。だからカメラがこの辺で撮ってるから、この辺に入ってきてねっていうんで、僕と元氏が反対側からこう、対面でね。対面で、カメラのにフレームインしてくるっていう設定なんですけど、元氏、あまりにもサップの、このマリンスポーツのセンスがなさすぎるから、立てなかったなってきて、あの、この車での漕ぎ出しができないから、後ろで監督が押すっていう。ありがとうっつって。ダサーあら、おじゃす。じゃあ僕は行けますね、つわーって言って。で、立ってぶつかろうかみたいな。みたいな話だったんですけど、もう。立とうとしてぶつかろうかみたいな。うん。立って一番は、あーってぼちゃんじゃないですか。うん、スッて立っちゃう、こいつ。立ってるな。じゃあもうカメラは遠いから、多分寄ってで使うけど、気づかないんですけど、うんうん、やっぱ僕らってはやっぱこんなのよく、まあ、芸人だし、うん、なんとなく分かるし、うん、あ、こいつスッと立っちゃおうと思って、うん、あ、立てるわって思って、あ、でもやっぱじゃあ落ちまーすみたいな顔しなきゃ、ポーンと落ちたんですけど、で、メガネなくして、で、メガネなくして海の中に見つけてそして見つけてやったーってチャリペンやってねこれ、これ朝8時の金なんですよ。朝8時の金、この話朝8時、朝6時那覇出発して、緊張の話、7時半入りして、8時からやって、で9時に1回終わって、でその後デコボコの撮影があると、別の場所で金の別の場所、金のね、あの幼稚園が保育園かな、保育園かでやると。昨日話してました、話しましたこれ、話昨日金の保育園してなかったから、じゃあ多分来週するんでしょうね、するんかな、いつかするでしょう。じゃあそれは置いといて、まあいろいろ大変だったみたいです、彼らも、はい、いろいろ大変、いや僕たちあの子供をコントロールするなんて無理なんだよって話なんですけど、無理なんだよって話なんですけどこれぜひ本人たちから聞いてください、本人たちから聞いてください、ね、で俺ら、2時にディノワン行って、うん、マリーナから沖に出ると、うん、ヨットでね、でも、服は変わっちゃダメなんですよ、そう、一回濡れた手にしないといけんから一回乾かさないといけないんですよ、そうで乾かして、うん、でタイガ兄さんがその日ついてくれてて、そうタイガ兄さんがもう送るよと、うん、事務所の車でタイガ兄さんが事務所側にいろいろ積んでるから一回これデコボコに渡しに行くと、うん、で撮影本一回デコボコのとこ行くと、もうやるから、うん、で待っといてねぐらいの、うん、で戻って、デコボコの荷物置いて、僕のところ戻ってきて、僕たちはランドリーにこのぶち込みたいなと、ぶち込みに行こうかって話をしてたんですよ。で、まあ距離的にも10分ぐらいだから、うん、20分ぐらいだから、まあ、すごくっしょ、一半ちょっと、まあ荷物、まあ携帯でね、うん、そう荷物なり下ろすなりして、一回乾かして、まあ、30分ぐらいで持ってくるだろうな、一回草むらがあったから一回乾かして、うん、まあシャワーまびた上でね、そうシャワー一回乾かして置いてね、置いてよし一半ちょだなと、うん、一半ちょだと、スマホマージャンだと、うん、ゲームで2人とコンピューター4人でやってて、そうなかなかタイガーが入ってこなくて、来ないなと思ったら、違う、4、5半茶やってて、4、5半茶って普通にあのリアルにコンピューターが入ってたからスンスン言ってるけど、はい、リアルだったら5時間ぐらいかかるわけよ、もっとかかる可能性、それをもうやってて、うん、結果タイガーが全部見て帰ってきてたからでその間に服きれいに乾くっていう、で金太子食って、天気良くてよかったね、金太子食って、12時ぐらいでしたね、あの時ね、早めに金太子食って、うん、奢ってもらって監督さんに、うん、ありがとうございますって、腹いっぱいだなって、じゃあ俺ら2時もうそこも船の時間決まってるから、うん、もう巻いたから別にゆっくり来ていいよみたいな、うん、俺らもなんか時間潰してくるわみたいな、あとお願いしますって、で多分1時ぐらいに、うん、ディノワンコンベンションシティ、シティに着いたんですよ。1時間あると、うん、早いなっつって、なんかするアイス食いたいなっつって、でなんかいろいろあって、まあ俺が奢るよって話して、うん、でアイス奢って、はい、あなんか高校生のデートみたいなことしてたの。高校生のデートっていうか、なんだろうな、ダメな、大学生の春休み。アイス、アイス、クレープっつって、うん、アイス食って、こいつクレープ持ちながら、ゲーセン行こうぜっつって、ゲーセン行くで、ゲーセン行って、あ、楽しい。僕とタイガーは、でももうしんどいっすよ。ちょっと車で寝たいぐらいの気分だったんですけど。でもまあまあ、ちょっとぐらいはいいねって話してて、で、俺とタイガーがやっぱ頭おかしいから、カザーンっていう、
ゲームね、あのメダルのゲーム、どんどん上がっていくやつがあるじゃないですか、ボールが上に上がっていくやつで、なんかかける何ポイントみたいな。で俺がめっちゃお金入れて37枚勝ちしたんですよ1回、うん、まあまあでかいじゃないですか37枚って、うん、ジャーンって入って2回上がって、ガーンって1から10倍増みたいな、キュルルーティン7倍、キュルルーティン8倍、キュルルーティン9倍、キュルルーティン10倍、370枚って出して、1時20分40分後に撮影なんですよ。あれっつってチャリチャリチャリって出して、で豪遊が始まったよな。はい、やってたな。俺はずっとあのタイガーと一緒にアンコを捕まえてたけど、釣れないやつ、釣れないやつ、全然同じ、俺は同じで、これ同じやつで90枚かかってるわけよ、早く投げせっつって、でそれが終わって、で海に行きまして、もうちょうどいい感じだと、もう2時、行きましてね、船を出すぞと、はい、おーと、やっぱ一応男の子なんだなってのを思いましたよ、はい、一応ワクワクはしちゃうよね、船自家用ヨットでしょ、あれでしょう多分、はい、ね、あちらのか、もう偉い方の自家用じゃないですか、あれってかその会社の持ち物かどちらなのか、で乗せてもらって、はい、フォーンっていってよ、どんどん行けば行こうと、初めてですよ船の上で悪魔を下ろしたの俺まあなかなか怖くて、ああそういうことか、はい、ウォーンってきて、でも死に出るわけ沖に、30分40分真面目な話、30分くらい沖に気がついたら周りなんもないわけ、本当に本当に本当になんもないわけよ、身のまんまりだからまっすぐ沖に出ていってるんで、パッて陸の方見たらパルココンベンションシティイオン那覇って全部見えるんですよ、全部見えるぐらい出てる、裏側で全部見えるんですよ、びっくりして、うん、そこってもう水深何メートルやばと思って、いやもう何十メートルでしょう、ね、死ぬやないかいと、死なんて、いや死ぬやないかいと、いやつけてますからねあの救命義務、こんなの信用できるかと、できるよ、できないわけ俺は、お前の水泳力よりはマシって本当に思って頭もうだからお前頭でも最初に言われたんですよね船長に、あの落ちても絶対にあの拾うので何があっても動かないでくださいって言って、こいつみたいな顔してる、俺思ったもん、拾うわけねえだろって、拾うわよ拾えるわ、絶対拾わないってボケすると思ったから、するわけないだろ、絶対すると思って、じゃあこれが芸人が運転してるのやりますけどさすがに絶対拾わやろがいと思って、拾うって、信用できるかーっつって、CM ビビビビビって、 CM 撮影で死人出たら困るからやるって、マジで嫌と、うん、GPS もないんで投げ出されたら本当に見つかる本当にやめてくれと、で漫才をまずしないといけないんですよ、そう船の上でね、だ俺どこでやるんかなそういえば思って、そう何も考えてなかったっけ、でか本当はあのもうちょっと大きい船 でかくて俺テラスとかでやるのかなと思ったけど、大きい船のこの横側でやる予定だったんですよね、うん、でそれだけどちょっと船の予定としてた船よりちょっとちっちゃいようになったんで、どうしますかってなって、船って先ちょっとんがってるじゃないですか、あそこです何言ってるわと思って、先端だよ先端、うん、先端先端に三八ガムテープ止めて、うん、落ちないようにな、何言ってるわと思って、あれ本当にもう金輪座やりたくないさ、あれはあんなに、どうします、好評でもう一回行きましょう、いややるやるやるやしやるよそれは、それやるよ、大好評でした、あれで面白、あれでみんな笑ってんだから言う、うん、あれマジでさ、あの日やっぱ僕の真骨頂だなと思ったけど、はい、本人はもうボケようとしてないからさ、あれは何が、本人こっちとら何も面白いことしようなんて思ってないけど、うん、ずっと笑われてるから、うん、真骨頂だなと思いながらもやりたくないんですよ、ちょっというか、まあ、だから高所恐怖症の帰り見て笑うでしょ、うん、それと一緒なんですよ、だから本当にもうひどくて、うん、いやいやだからあの先端って揺れに揺れるわけよ、いっちゃん先端だから、はい、先端だからで単純に足場少ないんですよでなんかもうくるぶしぐらいの高さしかない、なんか銀の棒もうちょいあるわ、くるぶしよりはマジで、マジで、でも膝下ぐらいの高さはマジ、気をなんかあったらここ使ってね、死ぬよやと思って、死ぬかよ今年一緒に氷島泳ぎに行こうぜ、いやほんといかん、マジでいかん、で、ガン、でもこれも30分かけて俺が足をもう垂直にし、船と一体化したんですよ僕が、はい、ついに、ね、ここぞという、でも監督も今しかないだろうっつって今っつってよし、ガッて取り終えた、俺はちょっと余裕だからまだ、俺は僕はファントムは落ちたって大丈夫って思ってるんですよ、落ちたしません泳げるし、ね、で終わりました、ここですよ難関は、
サップで、CM を船の上で撮影するんですよ、テレビの CM を、はい、でそのあとあの YouTube 版と CM 版って分かれてるって言ったやつ、はい、でその CM 版はもう船の上でパッと撮ったんですよ、もうこれもう7秒ぐらいで分かる、なんですぐ終わって撮れて、うん、でその後YouTube 版はフルで、はい、漫才やりましょうっていうくだりなんですけど、はい、その中でサップとつながってくるわけです、船の中上で、サップやろうぜっていうくだりがあって、じゃあサップ行こうって言って金まで飛ぶわけです、映像として。でそこでサップ終わって戻っ船の上に戻ってるっていう設定なんですけど、ってなった場合サップで一回海に落ちてますよね、ってことは僕たち今船の上で乾いた状態で漫才して濡れないといけないんですよ。マジ何言ってるかと思った、濡れないといけないんですよ、うん、ということはどうするか、船から一回降りてあの水に浸からないといけない。本当に何言ってるかと思った。マジで言ってるかと思って、はい、全然もうそれみんな俺より偉いけどマジで言ってるかと思って、でずっと監督にお前らが作ったネタだろって言われる。いやそうなんだけど、もっとやり方あっただろうと思って。ない。大量の水持っていくとか。いや。マジ。うん、周りにいっぱいあるだろ。疲れてる。頭おかしいんかって。一番早いんだから。使って上がってきた。じゃ何が問題って、はしごみたいなのあるっけよ。ありますよ。三段ぐらいしかないっけよ。そうよ。何頭おかしいんかって。三段ってもう水面で終わるわけよ。そうよ。だから水面こうどうするばってなるわけよ。だからそのまま水平行どうするまで、一番下の足元を掴んだままドボーン、なんでよや、でこのまま腕の力で上がればいい、8段ぐらいよこせと思って、よこせって言われてもさ、いや水平行どうすんの俺の足はって、仕方ないじゃん俺の足水平行どうすんのって、受けよ中で、受けないってば、怖いってば、掴んどけば受けるだろう、うん絶対死ぬ、死なないんですよお前、あんなにビビってるの俺見たことないだろ、爆笑でしたよ、マジでビビってたんだよ俺、で最終的にですよ、かわいい、じゃあ頑張って3段を言って俺頑張ってよ俺、その前の下りでお前が面白かったのは、一番面白かったのはその前、何よ動画見せるかじゃん、もうこれ、いや僕が一回降りたんです、でもう使ってきました、僕は先に行ったんですよ、時間もあれなんで、はい、早いんで僕はバッて行っても全部頭まで使ってドボーンっつって、まあ端っこ掴んでるんでね、別にそのまま上がればいいじゃないですか、水出し浮くし、で上がってきて、じゃあ次元さん行こうかってなったら怖いって言い始めて、いやこれは怖い、そんな感じじゃない、これは良くないみたいな、こ何が、うん、これは良くない、これは良くないみたいな、でこんなの良くないよと、僕安心できませんと、こんなんではもう無理だと、こんな一人で生かされて死んでみと、うん、責任取れんのかと、死なないんですよだから、で責任取れんのかいと、うん、まあ、取らないんですけど、おらーってでこいつが言ったのが、うん、ちょっとオイルさんと下で待っててくれませんか、おいオイル兄さんと、おいオイル兄さんと、久々に敬語を使いました、オイル兄さんと下で待っててもらえませんか、はいはいいいよって言って、僕は一回降りて、なんでスッと行くばアホかと思って、なんでスッと行くばや、もっと俺に時間よこせと思って、なんでスッと行くばやと思って、スッと行くだろ、時間よこせ俺にもっと、いやがスッと行ったら俺もスッと行かんときないでしょお前、大人を待たせてる現場をスムーズに行かさないといけない、お前周りも考えるよ、あーもうと思って、まあ僕はまあいいよ、じゃあ僕が下にいるんだったらもうちょっと安心できるんでしょうと、で行くんですけど、ちょ降りたらさ、こいつがはしご掴んでるわけよ、うん、いや俺のはしごはと思って、だからそんなって文句言うから、僕船に小判座みたいにくっついてすー、僕持ち場ないんすよ、だから言っても僕も離しちゃうと船から離れてっちゃうんで、僕があんまり離れられないんですよ、逆にこいつ自分で自分の首絞めたんですよ、こいつ僕を下ろしたら小判ザメみたいに、うん、あの船のなんか倉庫掴んでから、うん、面白かったな、笑ってるけど矢のためにやってる、あで頑張って3段まで降りました俺は、はい、たそしたらもうちょい行かんといけんと、うん、いや顔まで使わんといけん、もう一個行こうと、もう一個行こう、あの胸ぐらいまで、違うと、ね、違うと、本当に震えたし、震えて、私おかまなってるさ、次の段がなかったわけよ、いやあるってな、三段目以降がなかったわけよ、だから3段目行くだろ、そしたらスッスッスッってなるわけよ、もう無理さ、足を離して、もう一個下の段掴んどいて足離すんすよ、じゃあもう、いや無理さ、死ぬさ、死ぬ死ぬさ、あっかお前、俺が目の前でやって死なんかったんだから死なんだろ、お前はな、俺は死ぬわけよじゃあ本当に死ぬと思って、救命に来てるんすよ、じゃあ本当にお前ら見捨てるさ、俺らお前が沈むことはない、いや本当無理、本当無理だっけあれ、まあでも確かに深いっすよ、だってもうそこ見えないっすよ、真っ暗よ、もう終わりも、確かに怖いと思う、マジで怖い、だから、まあね、海怖い人はあの沖は怖いと思う、だって僕ですら絶対に泳ぎ、あの離れいや離れても別にいいんすけど、なんていうんすかね、あの
シンプルにこれで船遠く行ったら死んでえなって、泳いで帰ろうかなの距離じゃないんで、さすがに。いやマジでしんどあれもう、はい、あんなに震えたの初めてだ、あれ人生でガク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 デブが。じゃあだから俺からしたら、じゃあ俺からしたらあのじゃあ聞いて、俺からしたら感覚はよ、うん、本当に上空だっけあれ上空だっけ、俺からしたら、マジ感覚ね、そういうことね、俺からしたら上空なのよマジ、あれダイビングしろって言われてるでしょ、そう俺からしたら、俺はもう沈んでいくと思ってるから。じゃあ理論上よ、じゃあ理論上浮くかもしれんけど、もうビビりが怖ってるから、うん、お前からしたら、俺からしたらあれまで一緒、あの上空400m からお前3段この人ぶら下がれってみたい一緒だっけお前。絶対無理さ、はいはい、絶対無理じゃん、はい、まあまあ、俺コスチョ保証でもあるんだけど、俺はだ俺オンパレードなんだけど、うん、すごいな、うん、本当に無理で、いや俺からしたらそうなのよ、もう足がつかないってのはもう上空と一緒、いやいや本当に頭おかしいかと思って、いやマジで厳しい、あれ高いところは僕もダメなんですけど、もう水なんて浮きゃいいとしか思ってないんで、おとなしくせりゃ浮くじゃないですか、あとはもう息だけ確保すりゃっていう考え、あの日疲れたな、だからもうこれやってガクガク震えて、僕は帰り道で死ぬほど船酔いして。あの日疲れたな、帰り道でもう疲れ、一応僕も疲れちゃって、えらいなと思ったら次の日バイト行ったもん俺。いや俺もえらい、次の日体育館行ってちゃんと。いやお前休みだ次の日。あそこ休みだ。いかにしろお前。ごめんなさい、すいませんし。グスか寝てただろお前。昼間、夕方まで。ミーティング遅刻しちゃっただろお前。ミーティングは時間間違いしました。あれえらいなと思った俺、あれバイト行けるんだ俺と思って。でもね、いかんせん久しぶりにやっぱ海とか入ったんで、ちゃんとじじいっすね、あの筋肉痛しましたね。死に疲れたマジで。楽しかったです。あの日マジで疲れた。いい経験しましたね。でも船乗って沖まで行って。金輪際ないだろうな。船の先端で漫才するなんて。ないだろうな。いやなかなかない。いいチームでしたねまたね。いや良かったです本当に。内地から来てくださってるんです。はい。楽しかったですよめっちゃ。そんなお仕事もいただき。はい。ありがたいっすよ本当に。だそんなペイデーもだから早くやらんときなんて。そうなんです。忙しすぎてではダメなんです。そうなんですよ。今日だ大家のライブがあってメガロック兄さん。はいはいはい。で、カンナさんとか、はいはい、お客さんとして、シュリーさんもいたし、うん、シンヤさんもいた、リップ、はい、知ってたよ、ペイで、見てた、あそうすか見たって、あそうすか面白いっつって、いつやんのみたいな話もされたんですよ、あもうですか、だから一応やっぱ一応、シュリーさんはもちろんね、代表だからもう、うんうん、あこんなの一応チェックしてるだろうね、うんうん、シンヤさんとか見てるから、うんうん、ありがたい、ね、ありがたいなと思いながら、だから面白いっても言ってくれるし、ありがたい、ありがたい、ちゃんといつやんのってのもあるから、うん、そうそうそう、もう忙しいだけじゃ片付けられない。はい、とこまで来てるんで、5月、はい、5月やりましょう、うん、本当にもうでも僕は趣里さんとサウナ行く話もしたんで、あそうなんですか、でカンナさんが今日ゲストというか天の声でいて、お大家兄さんが、はい、でカンナさんがテンション結構僕らにもテンションよく、うん、麻雀の話してくれ てもう麻雀が決定しました、よし先ほど決定しましたけど、何やってもいいよって言って、何すいません僕はめっちゃ泣きますけど大丈夫ですか、うん、もう全然いい、もうカンナさんも多分、うん、本当に分かってとちょっとやりたいよみたいな感じだったから、うんうん、もうこっちはありがたく、もう、うんうん、ぜひじゃあぜひぜひって話でしたけど、カンナさんと5月、はい、ゴールデンウィークで決定しました、はい、その話はまたありありでした、ありありって、ありありって食いたありって、あ食いたあり、あ食いたありらしいです、一発裏ドラリーありじゃないですか、あもう最高です、何でもいいよって言ってた、別にどっちでもいいと、赤もありで、赤もあり食いたありで、M リーグルールで、M リーグルールです、はい、カンナさんと。なんすかそれ。それはなんすか。急な徹子の部屋はなんすか。え、M リーグこんな音ありました。ないです。いやー。ないっすよ。いやいや。ありがとうございます。大谷兄さんも。はい。面白かったです。現地でしたよ。なおチンコになってました頭が。頭が。なおチンコ。ミスターキトヘッド。ミスターキトヘッド。気合入ってました。あ、さすが。多分聞いてると思います今。いやいや楽しかったです。アシャ来るんじゃない？あ、そっか。アシャ来るんじゃないの？なんか話してましたよ。金ピラのとこ来るかね。今日来るって言ったけど帰りの足がないから、うん、なしになりましたけど。なるほどね。そうそう。親兄さん車ないんで。あ、はい。スーパーペーパーなんで。スーパーペーパーって超紙ってことですけどね。スーパーペーパーなんで買え。まあまあ仕方ない。本当に運転させたことある？ない。自分の車。さすがに怒るはずよ一応。なんて？本当ひどいから。あそうなんだ。マジでひどいよ。あんなに？マジで一回ボケで乗らしたけど、うん、マジでいやでもこれもあれはあの K の時よ、ライフの時よ、ライフゼロのライフの時に、うんうん、シリ下手くそっても、うん、超スーパーペーパードライバー。超スーパー。超スーパー。超がもう二つあるからな今。エイトとかやばいわ。終わりでしょ。うん、ダメだと。ミッションまずオートマじゃない？うん、オートマで撮ってる。あ、オートマ撮ってると。オートマでしょ。うん、マニアでやってみると思う。キャンさんの多分 100% 無理。俺でも怖いもん、一応。ミッションできるけど。
出来はするけど、アクセルとブレーキ間違えるだけよって。デー問題よ。デー問題よ。デー問題。明日だからチャンさんの80代とかがやるやつだから。乗せる？大変なことなんですよ。いやギア車できないっしょ。いやギア車まず持ってます。オートマでしょ？オートマ限定でしょ？お兄さんオートマでしょ？いやミッション持ってるんだったらまだいいよ。道出してもあれですけど。オートマミッション持ってるでしょ？俺MQ だ。俺 AT あ、お前 AT なんだ。こんなこと言っといてお前、いや AT やしや。俺 AT いいけど、いやいいんだけど、でももう今のご時世別に AT はダサいってのないけど、うん、なんかあったよ俺も、まだ俺の時も、うん、あったあった。 AT は男で撮るダサいみたいなのがあって、うんうん、どうせ使わんのにつって MQ 撮って俺、うんうん、俺 AT いやよ、やあんなこと言っといてや、うん、全然 AT、 いや AT ばや、 AT 限定全然 AT。 じゃあキャンさん乗れないんだお前。行動は走れない、でも、うん、走らし方は分かってる。俺はもう時間がなさすぎて、俺急ぎで取らないといけないってなって、はいはい、MT やってたんですけど、もう大学の入学式に間に合わないってなって、AT でお前もう、MT からもう時間最速にするために AT に変えたんです。はいはい、なるほどね。でもね、あれね、あのね、教習所最初 MT の教習の時に最初に MT 乗せるじゃないですか、うん、あれダメっすよ。感覚つかみきれないもん。まあな、AT をまず5周ぐらい回して車のハンドルと曲がる感覚つかましてから MT に変えないと。でも MT でずっと乗ってたら、うん、AT はもう本当に余裕。いや AT 余裕、あの当時はね、うん、今やもう AT しか乗ってないから、うん、オートしか乗ってないから、こっちはね、うんうん、マニュアル乗ってないから。そうそう、でも最初の頃のこの車の、まあね、そのどんぐらいハンドル切ったらどんぐらい曲がるのかっていう感覚が分かってない。引くほど演奏したもん。ああ。だ それのそこで学ぶみたいなところ、その感覚さえつかみきれりゃあとは MT いけるんですよ、うんうんうん、別にあとはギアチェンすりゃいいから速さ変えるだけだから、うんうん、あれなんですけど、まあまあ AT の2トンとかめっちゃ楽だったわ。いやーもう全然ありますから。2トントラックいきなり運転させられたから地獄だな。おい、免許取って1週間後にやばい2トン運転してーっつって、おかしな話で。まあ親兄さんも火曜日までいるということで。火曜日までいらっしゃるんですか。めちゃくちゃいるやないかいと思いましたけど。いいし、まだご飯行きましょう。今日も行ってきましたけど。いいじゃないですか。僕はもうちょっと笑い劇場も終わったんですけど、うん、あとワンイベント控えて、ツーイベント控えてますから、うん。そこの構成書に追われておりますけども。小沢笑いね、小沢笑いと。あ、違う、小沢笑いはいらっしゃらない。え？あの日曜日にあるんですけど、都市伝説クラブの配信が、沖縄都市伝説クラブっていう。普通に俺、うん、出る力ないと思うその日。何が？その前俺めっちゃ動いてるから。どの日ですか。日曜日だから、オキスポフェスタがあるから。あ、オキスポフェスタ、はい、あれって入ってらっしゃるの。はい、ゴリゴリに出ます僕。あ、そうなんですか。はい、あ、そうなんですか。ゴリゴリに仕事してます俺あの日。あ、そうなの。はい、使い物にならないと思ってください。でもそんなに使うわけないですよ。ありがとうございます。本当に聞くだけにさせてください。頭だけです、頭だけ。あ、本当にゴリゴリに仕事するから。じゃあ気になることがあったら質問してください。まあ、まあお父さんも出るんですけど、都市伝説クラブの配信が日曜日にありまして、いてもいなくてもいいポジションなんですよね。はい、ただマジ本当にマジいてもいなくてもいい、マジ公開リスナーとしているだけなんですけど、マジ日賀さんのもう本当に楽しみで、楽しみでいる。いいねって言いながら見てるから、はい、どこやわと思いながら、まあ、いるんですけど、どこやわと思いながらやってる。都市伝説クラブの、はい、そのチケットとかですね、まだイベントの方も30にあるんですけど、まだ全然空き余ってる、もしかしていっぱい、まだ時間、まだ席半分ぐらい余ってるんで、買い替え、皆さん買ってください。お願いします、はい、で昼がお笑いライブで、夜が適した漫才できたんで、この前ので我々はね、だ今オードブルで出れるか打診中なんで。あ、まだ決定しなの。えちょっといろいろあってまだ決定してない。なんねん、ダメって言ってる俺のこと。うん、そういうことじゃない、そういうことじゃない、単純にこんな大人話する。シンプルに大人の話ですよ。聞く。だから単純に乗せれるこれ電波に。ね、単純に演者が増えるからその分の出演料が出てくるので、予算大丈夫って話。いや、あの人大丈夫だよ。いや、わかんないです、一応僕は確認入れてるんですけど。いや、僕いらないよっていう最悪で。あ、まあまあ、それは別にいいんだって。かお前から半分取るから。あ、まあいいんじゃない。待て。それディレクション代も含めよ、もちろん。そっか、それおかしい。もちろんってお前。それもちろんお前。いや、コンビ一体だからこんなの。いや、死ぬほどスタッフで使うから。コンビ一体だからこんなの。これはおかしい。こんなの。サッカーの。だって俺がミュージック、だって俺がミュージックビデオ出たら俺一人で持っていくだろ、それと一緒だけど。逆。なんで、いや、俺ミュージックビデオ出てて、いや、一人で持っていくよな。撮ったよな、撮ったよな。そうだっけ。じゃあ、なんで俺が構成したものの金を持っていく。コンビ一体だからこんなの。いかがでしょう、暗い部屋で。こんなのコンビ一体だお前。きっしょ。
本当に。いやでも俺はミュージックビデオ出たら俺一人で撮るよ。なんだろうな、ただただヤーが今イメージ下がっていってるだけだよな。嫌なやつ、嫌なやつ。まあまあいいんですけど、はい、多分大丈夫です。大丈夫だと思うんですけど、まあ、なくてもいいんです。でまあ、ネタしに行くだけなんで。そうですね。ネタして C シャツってただ聞くだけなんで、うん、はい。そういうイベントなんでね。俺は。C シャサロンの。俺はマジで。C シャサロンさんも一緒にこう、うん、あの協賛でやってくれる。俺、セール C 社、あの時間暇でしょ。あの時間だから吸えますよ。スティうん、全然。ゴリゴリする俺。うん、全然。いやこの前、吸えんかったわけよ、営業の時。前のイベントの時ね。ちょうどもう C 社終了ですの時間、うん。そうそう。僕たちのイベントがもう ネタの時間がね、ギリだったんで、あれですけど。まあ、C 社とかももし興味があれば。で、ライブのチケット持ってる方は C 社の方も割引入るみたいな。はい、ぜひ遊びもう一括で買った方がいいよ、あれ絶対。投資で買っていただいた方がお得だと思いますけど。2500円とかね。投資。投資券。S オーナーも喋るんですか、当日。当日、はい。当日は、はい。あれ全部丸出して。あれ、はい、あれ、聞きたいんですよね。いやー、だから、その、ね。我々が一緒にこの今回イベントさせていただくこの都市伝説に詳しい S さんがもう本当ガチモンの都市伝説ばっかりなんで、だから配信ないんですよ、ライブですけど、あの本当に言えないことしか言わないんで最悪殺されます。本当にこうワンちゃん何言ったかバレたら本当にだから本当お客さんに一つ覚悟してほしいのはあの外に出さない墓場まで持っていくつもり、墓場まで持っていく、本当 SNS とか来てほしいんですよ、墓場まで持っていくんですよ。そうですよ、マジ SNS 禁止ですよ、禁止禁止、これはもう最初自分が狙われるかもしれない。そうそう、本当にそう、本当にそのレベル、僕はある程度ちょっと知ってるんですよ、僕たちもちょっと聞きま、僕たちも何個聞いてるんですけど、やっぱりこんなのは本当にダメ、あ、うん、分かるよ多分聞いたら、うん、あ、ダメだ、あ、ダメだ大丈夫、聞いたら分かるよ、ダメだっていう、あ、これやめよって、うん、まあ昨日のテンションでダメだっていう、はーい、いや、ぜひ来てください、遊びに来てください、マジ来たの？マジで来てほしい。あの場所が那覇のアクアチック。C 社吸ったことあります？キャンさん。まあ、ぜひ吸いましょう。C 社も吸いましょう。だからいろんな味があるんだよね、C 社ね。ウーちゃんさんも言ってるけど、うんうん。そう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 。フレーバー。フレーバーがあって、あのね普段ねこの C 社バーに行くと自分の好みに合わせて作ってくれるんです、はい。そこはもうイベントなのである程度いくつか味があってその中で吸ってください。あれをなんか1時間ぐらいかけて吸うんでしょあれを。本当はね。本当はらしいですよ、ね、うん。だからでもその日はもう、はい、あのいろんな味頼んでどうぞっつって行けるんだよ。あの吸う用のキャップみたいなのされるんで。これ自分のマウスピースみたいなね、マウスピースみたいな、これ自分のだ、これをあの違うやつに刺して、うん、吸ってって感じなんで、別にあの接触とか口元の接触とかっていうのは特にないので、安心してやっていただけるかな、はい、と思います。ぜひ遊びに来てください。デコボコも出ますし、キンピラも出ますし、はい、あとまさきさんもいますし、はいはい、で我々もいますし、まさきさんはまたタワタワタするんだろうな、タワタワしますよ、綺麗な尺で、綺麗な尺で綺麗な尺で、この営業の時にもうやっぱみんな芸人だし、はい、一応ね営業だから、で何ですかね、急遽決まったんで、お笑いを見に来たお客さんじゃないんですよ、だからもうそれ鳴らすわけですよ一回、はい、飲もうっつって、わ特に笑いとって、ね、お姉さん LINE 交換しましょうよみたいな下りからあるわけですよ、隣に座ってるお姉さんにお家みたいなテンションで座ってんなとかボロクソ言いながら、我々はおっぱいも回してもらっていいですかみたいなことも言えるわけですよ、それは言ってないですけど、これ言ってないですよ、これ言ってないです、ここだったらいるんですよ、ここちょっとビビっちゃうんでね、そうそう、さすがにね、まあでもそんな感じで、なんか別にネタは別にね、後回しでいいんですよ、まずはお客さんと話をするっていう、とまだ戯れてちょっとこう遊んで、たわたわたすごいですよ、しっかり2分ネタをね、コント一発バーンかまして、帰ってきました、帰ってきました、素晴らしいっすね先輩に言いたくないですけど、やや受けでしたよ裏の芸人一番おらっすよ、まあ、しっかりやるなーっつってしっかり2分やって帰っていくやつだって面白かった、俺ら多分10分ぐらいやってんのに、俺たち10分ぐらいやって、そのうちネタやったら3分ぐらいですよ、分ですあと7分ぐらい、7分ぐらいも適当にもう遊んで、明太子で喋って、遊んで、お客さんととりあえずね、どういう人かっていうのをね、うん、知ってもらった上でね、みたいな、そうそう2分、しゃっ、営業したことありますと思って、それは失礼だ、いや、でも、そのレベルだってもう、2分、パンパンって書いてるよ、コントですからね、いや、なんか、いや、分からんけど、なんかあってもよかったじゃんと思って。だから、まさきさんも前日、あれ前日に決まってますから、前日っていうか、前日っていうか、その日の夜中1時に決まってますから、まさきさんも、酔っ払ってるけど、僕出ますよって言った結果ですから、あれは。だから多分あの一緒に上がってきたんだけど、うん、なんかおどおどしてた、まさきさん。だって、覚えてないって言ってた。覚えてないし、だその帰りの日も言ってたの、だから、ごめん、俺、明日忘れてるかもしれんから、LINE くれなって言ってたの、俺に。多分だから、あれっきり俺、なんて言ったんけみたいな感じで、うん、で、あんな、ちょっと、あい、ちょっと、ちょっと、ちょっとビビるような10回連れてかれて尺20分ある、20分から30分ぐらいあるんですけど、うん、お願いできますかって言ったら、酔っ払っていけで2分ネタを10本やりますよって、ちょっと話が通ってるからやるんすよねみたいなって楽しかったな、
酒飲んでないからまさきさん、いやちょっと、はい、ね、最高だな。まさきさん酔ったら最高なんですよね、はい、あのだいたい人の足燃やそうっつうんで大問題、無事出たんで僕一回バーベキューの時燃やすなって、まさきさん燃やすなってシャーッつって燃やすなって、待って振ってるぞお前もう振ってるもん、その言い方、いや言ってないその振り方、その言い方もう振ってる、崖の上で寝ててベアンってもうちょっと落ちそうでした。なんでや、海ダメで崖の上で寝れればや。あ、じゃあ、まさきさんがよ。崖の上の元し。まさきさんがよ。まさきさん。さあ、海の浅瀬ぐらい行けるよ。ああ、まあな。あんなとこ行かったらダメだね。あんなとこ行って。はい。いや、でもね、いや、楽しいと思うんで、ぜひお願いします。あの、都市伝説遊びに来て。本当に、あの、散布に昇格した僕らが、うん、いい漫才を持ってくるんで。そこそこですよ。いや、もうめちゃくちゃ。あ、悪ノリで作ったよね、確か。本当に、直前、あのね、この前の、うまくベースライブ、うまくベースライブの前日に20分30分で考えたネタです、はい、考えた悪ノリのネタが、あ、めちゃくちゃ面白いな、めちゃくちゃ受けっすよな、あれな、あ、まあまあまあ、まあ、あれめちゃくちゃ僕は好きですよ、あれ久々にいいシステム作ったの、楽しいですよ、一応あのネタね、最近お前崩れ落ちるの多いなと思って、何が、膝死ぬんじゃないかなこいつと思いながら、俺、うん、さあ崩れ落ちるの多いよなお前な、ずっと膝のオールが取れんわけよ、あ、俺 もう左足ずっと痛いっけよずっとあのな、怪我がどんどん治らなくなっていくぞ、年取っていくぞ、ずっとあの土曜日のつけに入らないってコントで膝足膝負傷してんだけど、ずっと動かない、もう俺も今ずっと右膝オール、あ、左膝オールになってる、待て、うん、死に、どうでもいい話なんだけど、何、どうでもいいんだけど、うん、あの本当にヒヤッとした話なんだけど、うん、土曜日、うん、ライブ終わって、彼女と遊びに行ったんですよ、はい、いいじゃないですか、でも泊まって次の日朝から遊ぼうぐらいの、うんうん、飯食いに来て、はい、で泊まる場所どうしよっかなみたいな、うん、でちょっと LINE してて、はい、今信号待ちだよみたいな LINE をポンとしたら、はい、その LINE の上に、うん、なんか大城樹の樹のマネージャー LINE があって、大城マネージャーの LINE があっ て, あっつって、おかしい、 FEC に書いてるわけ俺今信号待ちって、ヒヤ、うん、ーと思って、うん、すぐ消したけど、ひどく一つちょったけど、浩平さんだったんだぜ、うん、ちょっといじられてから、うん、本当に危なかったなと思ったら、うん、ホテルの話出さなくてよかったやつだと、これもう出してみーと、出してみーと、もう終わりに終わったぞと、いじり倒される、もうと、信号待ちぐらいのレベルでよかったなと、うん、あので、あっちも俺がちょっとガチで返しとったから、うん、あ、多分誰かと会ってんだろうねみたいな感じで、すっと終わりやったけど、うんうん、あぶあぶーと思って、俺。これでや、信号待ち以外のワード出してみーと思って。やすりこすりにこすられて。いや、寄った時のもう FEC の人はダメですもん。ダメです。終わる終わるっつって。うん、最悪無視するけどね。最悪無視。ちなみにホテル行ったのって。え、ちなみにホテル行ったのもちろん。もちろん。はい。ホテルで行ったの、ホテルで行った、ちなみに。うん。行ってないと。ホテルには行ったけど、ホテルで行ってはいないんだ。うんうん。なるほど、うん。いや、書かれてたから。うん。うん、ホテル行ったなんていうか分かんないですけど。あ、そうなんだ。そうなんだ。なんていうかがちょっと分かんないです。分からないみたいです。ちょっと困っちゃうんですよ。そういうの困っちゃうんです。分かんないみたいです。すみません、本当に、はい。そういうの僕は NG なんで、本当に。持ってか、お前、お前、来るな、毎回ミキサーに童貞って俺たち罵ってるだけのこのラジオ。あいつかわいそうだな。あいつも最低だな。なんだろうな。結果どっちも最低だな。いやいや、俺悪くないだろ。あっちかぶってきたんだから。おかしいだろって。じゃあメールとか来てますかね。メール来てます？あだす。あだます。あだす。あら、またもう。またな、ちゃんななのメールがもう。スパも報告されてる、もうもうちゃんなの段の内容書いてんの、今日スパも報告されてるから注意にしないとフィッシングしてるか、違いな、フィッシングしろ、もう、はいはい、オードブルのタリさん、スタッフさん、画像とか載せてるってことかな、違うか、違う違う、多分なんで、ね、これが、このメアドが悪いってことかな、アドレスが多分あれなんでしょう、なんかな、うん、なんかあるんだろう、まあまあ別に読めるか、まあまあ別に読めるかいいんですけど、オードブルのタリさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは、ワンピーさんのスヌーピーナッツにゃんにゃんにゃん、チャンナナね、チャンナナ、ナナです、チャンナナ来ました久しぶりにメール送らせていただきます、いや毎週送ってんだろ先週土曜日に行われた FEC お笑い劇場、はい、お疲れー、カツカレーしょぼれいい作家ついてんだ、違う違う違う、まずまず、じゃあここで一回しょうもなさ出して、後からな、後から回収するんだろお前、
見とけお前どっかで来るかちゃんと。今月も会場に行けて嬉しかったです。あ、まだまだまだ、オードブさんのネタ面白かったです、思ってないだろこいつ。まだまだまだだ、まだ来てない、終わった後写真撮りたかったんですが早めに会場出たため会えなかったです。まあしゃあないですね、来月こそは撮りたいと思っています、はい、話は変わりますか、どうでもいい話させてここ聞いてください。ここからです皆さん。私猫じゃないのに返事するときにたまににゃんと返事します。親に猫なのと聞かれます、多分あだ名が7だから、にゃんって返事してるのかもね。かもね。どういうことだばよ。ということでネタもオチも中身すっからかんなのでこの辺で失礼します。にゃんつけねえ最後。かもねえですから。ラグンブルース。私だ名前が奈良だからね、にゃんってつけちゃう。イオン連れてこい、もうメンヘラでごめんヘラだよ、あれは。あいつはメンヘラでごめんヘラで爆笑する女だから。ああ、本当にもうこの一言にね、すべて集約されてますね。しょうもないわ。しょうもなかった。何でしたっけ、あいつもか、あいつもしょうもない。あのね、お疲れカツカレーからその伏線を張ってたね、しょうもないっていうところで、ね、素晴らしい。これあれ違いますよ、皆さん、本当に。センスいいんですよ。いや、センスいいんですよ。俺だけ言うのもダメだけど、うん、ある意味センスがいいんですよ。こんな言っちゃダメだけどね、奈々ちゃんにね。奈々ちゃんからしたら、ってやめてよってなる。やめてってなるかもしれない。私のボケを消さないでくれとね、そのハードル下げながらやってるんだと。多分、作家ついてます。お疲れカツカレーで一回ハードル下げてから。一回ハードルを下げて、さらにハードルの下がった話をするという、ある意味天丼のボケ。高度なテクニックでお送りしてますからね。大丈夫かな、これ。なんかいじってる、いじってんか。いや、もうこれも先週通り、台本通りの。これ全部台本なんですよ。台本です、我々このいじってるように見せてるの。僕は優しいんでっていう、これも全部台本ですから。僕たちこれ台本で喋ってますっていうのも台本ですからね。うるさいなあいつ。あいつだけなら台本じゃねえの。うるさいなあいつ。でもさっきの童貞のことでも全部台本通り。風間先生ここで言ってねっていうのも、うん、そうやってますからね。そこここで泣いてねっていうのも全部、ね、全部台本通り。毎週な、水曜日の夜中に俺たちがな、台本で送ってな。明日これでいきます。明日これでいきますっていうね。これもですからね、全部うざいぐらいがいいよねって、うざいぐらいがいいよねっていう。最近ラジオ楽だな、後半だったら台本って言えばいい。最低なラジオやってんな。一応終わった後に、うん、あれは違ったなって話してるから、うん、そうですね。あれちょっと言い過ぎたなって。いやすいません、大丈夫です、ね、みんな大好きなんで大丈夫です、お願いします。バッテンクマゴロさん、こんばんは。終わるよ、何が。どうでした。何が終わるか分かんないですか、ま、世界が、世界が、いやーまだ大丈夫でしょ、いやー多分よ、いやーもうだってもうね、俺こんなラジオで世界の話とかしたくないもん。いやだってもうこれは多分やり遠くで話したら盛り上がるけど、今この時間に世界の話したら、もうちょっと危ないこと言いそうだったもん俺も、うん、本当に、うん、よく止めたよ俺も、うんうん、俺がね入ったからね、もうやめようって、本当に危なかったですよ、そうそうね、世界の話はどうでもいいんですよ。世界の話は本当、我々は世界どこじゃないですから、我々はね。一回 CM 挟もう、これは。あ、そうですね、一旦 CM 挟もう。一回 CM 挟んでもエンディング入りましょうか。はい。じゃあ、2ついきますか。じゃあ、CM でーす。なんか、フィーフー兄さんのラジオにいらっしゃってたんですけど、うん、コワーキングスペース&カフェっていうのがやってるらしいです。うん、別に何も頼まれたらいいです。スヌーピアンとスヌーピアン。こんばんは、ね。眠すぎておかしなテンションでメールを送ってた。いつも通りだったら大丈夫だよ。どこで楽しかった。専門で。全然楽しかった。あれがいいんですよ。奈々ちゃんの持ち味はあれですか。ね、コワーキング&スペース&カフェ。くもじベースでいいんですか。うん。じゃない。いやなんかくもじとかああいうところでたまにお仕事だったりするじゃないですか。だから。いいなって。リンクも貼ってくるってこれでもあれですよね、いろんなことと相席じゃないですけど、こう同時に使うとかですよね。だと思う。だオフィス的なコントがあればペイリエで貸していただけないかなっていうのをちょっと考えたんですけど、うん、なるほど、いいんじゃない、はい、もし可能であればですけど、でもその時間貸し切らないといけないんで、うん、ちょっとそれはあれですけど、まあ、ご相談させていただければ、日曜日はできる、11時から夜10時まで雨結構入ってますね。え、なんか
オフィス的なねコントとかがあればねこういうところをお借りできたらねすごい助かるんですよ、うん、よかったら皆さん使ってみてくださいこうやってググったら出ると思います1時間500円借りてドリンクバー飲み放題あそうなんですかすごいじゃんめっちゃいいじゃん1時間で安心飲むか飲むかコーヒーもついてるもんへーオードブルの深夜に飯テロオードブルの深夜に飯テロ FM 機能からナモスでお送りしております面白いんだん面白いんだいやつけれよ仕事中、仕事中、仕事中ツイッター見てんだから教えんとおお、仕事してる触ってんじゃねえよ何よ触ってんじゃねえよ何によって戦えないんだったらやるだよいやいや、完全に今の俺もうこっち待ちで俺はもう俺はもう何でもいいからいいどうぞってやる何よって言ってるさだからこれが失敗するくだりもするって台本で送るし今の俺悪くないよなもうあっちから勝ててんだから仕掛けてんだから、うん、いやだから、うん、いやそれじゃ弱いよと、うん、キャンニーと、うん、それで話すまんと、うん、なんですかって、うん、2回打ったよ俺今でもほらこれも台本だからカズマサ兄さんが今やらなかったんだよまあ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 いいんじゃないですかあどうっす、はいはい、残り5分ぐらいですか5分ぐらいですか何話すかまあまあもう告知もろもろやってたらもあれと思うんですけど何かあったかな最近の話最近の話年金とか年金な年金なうん、なんかムニムニしてるさあいつらんうん年金あとはキノコとかあキノコの金の話してる最近あああとで外でやろうなあいやでももう今週はね本当にあの CM の話ですよ、はい、基本的にもうあったことといえば本当それぐらいでそれ以外だからもうお笑い劇場もね本当に来ていただいてありがとうございましたっていう感じで今月からほら出囃子映像も出ましたから、はい、あれも元さんが作ってますからね、はい、映像で出囃子ちょっと音はもう聞こえないんですけど配信とかでご覧いただいてる方はちょっと聞こえないんですけどもう見に来てくださいぜひ見に来てください、うん、でみんなあの各コンビ芸人ピン芸人もちろんそうですけど全員あの個人で選んだあの出囃子曲っていうのが僕たちはこっちのオープニングでも使ってる Anything Goes なんで出囃子映像をこんなみんなの分さ、うん、俺がわざわざ一人で作るまあできますよ、うん、別になんでこれをやることになったかテンプレ作っちゃえばいいんでこれをなぜこれやることになったのかって俺が Anything Goes で漫才出たいから決まってんだろ、でも最近漫才やってないですこの Anything Goes で俺がネタやりたいからでも俺らだけっていうのはちょっとおかしいから全員の作るよって言っただけで Anything Goes 作りたいだけだからあれをみんなでやりたいだけですからねそう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 本当にただただしりしりそうそうでそうだとであの映像に各コンビキャッチコピー出るんですけど、うん、我々のキャッチコピーは、しりしよく他力本願オードブル逆だよ他力本願しりしよくだよだったらしりしよく他力本願がいいなしりしよく他力本願なんじゃうんだよ多分なんかあのリズム的にもそれがいいよしりしよく他力本願オードブルって出ますからねしりにしりしよくって言ってみたいしりにしりしよくって言ってみようね後でねちょっと待っててねあと2分だだこねてる35歳だだこねてるそのツイートもしたんですけどだからその、うんうん、CM 撮影の時に、はい、だ海入るぞっつって黒い短パン履いて、うん、さポケットから中田さん出てきてそうなんですよ中田さんのシールを、うん、その何だっけそらしろさんそらしろさんそらしろおばさんが、うん、わちゃくで作ってわちゃくで作ったんですよアイラブ中田っていうの、うんをタイガにあげてて、うん、タイガがみんなに配布したんですよ、はい、でなんかわからんけどポケットに入れてたのを忘れてしまってるんですよだから、うん、で久々にこのズボン履いて、うん、守り神かのように出てきたわけ中田さんがねどっちだと、うん、あなたどっちなんですかと、うん、どっちなんだいとあれ俺をもこやま筋肉俺を救うのかと、うん、それと海に突き落とすのかどっちなんだい、 んだい落ちましたいやでで、上がってくるさ、中田さんの後ろ全然濡れて。無敵やしや、と。なんだ、前や、と思って。俺だけ落ちましたね。今年、
笑いの神様。いやー素晴らしいです、うん、中川さんが全然どうやってなかったチームが、ツイッターでそれを上げたら中川さんが二人とも頑張って思いっきり守るから落ちておいでーっていうどっちどっちリプライ返ってきてどっちどっち落ちてる落ちてるっつって、いやで落ちてるんだよ、いやで落ちてたら面白かったですいや本当にあれは、うん、落ちてもいい現場だったんで、まあそうですね、落ちてもどうにかなる現場だったんでいいっすけど、いやもう本当衣装のおかげです、あれは我々の、ね、チョイスのおかげです、よかったよかった、いや楽しかったですね、いやだから完成を皆さん楽しみにしていただいて、流れる頃にはまた我々告知もします、ね、もう行っていいのかダメなのかな、何かどこのってどこのってね、いやこれはまあダメか、でもきんぴらが先に流れるんですよね、きんぴらも流れるよそろそろ、4月末から5月頭ぐらいにはきんぴらバージョンが流れるので、そこでどこのリもうあの CM なのかっていうのはもうバレますから、もう言うダメですよ我々にそんな権限はございませんから、なかった、うん、ダメですよそれ、でもちゃんとちゃんとちゃんとするとこちゃんとテレビ CM です、はい、ありがたい、声も取ったしな、はい、そういえばな、会議取ったんかな、わかんない、なんかねそうギリギリであれですけど、全員分声を取らないといけないんですよ、で亮太もいて僕もいて元氏もいて取ってて、金ピラも先に取ってるんですよ、会議いなくて、それをマネージャーの日賀さんが取るんですけど、あれワンチャンバレンゼ会議やん、全員取った後に聞いて、いなくてもいいかもな、帰りって言ってから、日賀さんが思った多分帰りいない、帰り多分もうワンチャン取らないですね、いいす、はい、ということであざした、はい、ありがとうございました、来週も聞いてください、さよなら、バイバイ、バイバイ、さあソシ伝説のチケットはなんかどこか、あ、僕で予約できますよ、あ、できる、はい、やった、カズに来るんですか、行く、 C 社から行く、うん、おい C 社すごい、みんなで、じゃあキャンセル予約取ってきますね、僕のお願いします、はい、ありがとうございます、チケットバッグとかあるんですか、あれ、いや、特に聞いてないですね、何か別に FEC 主催でしょ、主催は、あの C 社のまさかりさんになります、はい、よっしゃ、じゃあ、今日は終わります。はい、来週も。何かあったの話、何もないか。裏話的なの？なんだろうね。俺が、落ちそうになってるやつあるよ。あ、動画？あ、よかったよ。ちょっともうちょい下がってから。それ、せっかくだ、これ見せて終わる。違う、違う、違うから。もっと違う、怖い、待って。中に一緒にいるの僕です。カットされてるんですけど、うん、5分ぐらいありますからね。だいぶカットしてますよ、これ。俺の間違えた。はい、左足。マジか。はい、右足。おー、すごいすごいすごい。ずっと。めっちゃ怖いな、今見ても。全然。見てみな、お前。何もないで、周り。俺見てみよ、お前。やばけだろ、ここ。ガッチ海やし。お前。俺、見てほら。そんな中、お前のために俺一人放り出されてる。何人見てよ、これ。このガチ海を。あ、まあでも俺、釣り行ったことあるから。ガチ海を前に何もねえべ、危ないな、なかなかでもない経験ですよ、あんな沖まで行って海に掘り出されるってなかなかない経験だから、僕めっちゃ面白かったですね、はい、楽しかったですね、はい、最低だお前さ、はい、ギリカメラ回ってる時にこんなの見て笑わないよこれは本当にやりとおくでした本当にホームカメラも何も出てないこいつ最高、クレイジーボーイと呼んでください、いいえじゃあお疲れでした、はい、お疲れ様でした、うーちゃんさんもじゃあ一緒に今度放り出されましょう、そうですね、うーちゃんさんは放り出してどこかに放り出して、ワンちゃん拾わない可能性もありますけど、そうっす、どうしよう、はい。